発泡スチロールでコーナークッション作ってみた。まずは、作りたいコーナーパッドの形状を考え、図面化してみます。一体もので作りたいので、開いた時の形状は、このようなイメージです。今回は型紙を使って、この形状を切り出すため、平面図を作成していきます。作成した図面を出力したら、厚紙に貼り、型紙を切り出していきます。今回は発泡スチロールではなく、壊れにくい発泡ポリプロピレンを使用します。型紙を貼ったら、発泡スチロールカッターで、切り出していきましょう。最後に両面テープを貼って、ヒンジ箇所で曲げたら完成です。発泡スチロールなら日清化成工業の提供でお送りしました。